さて2024年3月11日月曜日の木村佳子の気になる銘柄は日経平均株価下げのめどです、ね、そして、いつ何を買うと題しましてお届けいたします。えー、下がってほしいなと思って眺めていた日経平均株価がどひゃッと下がるとですね人間心理は本当に不思議ですよねどこまで下がるというふうに身をすくめてしまうものなんですよね。 いや今日もですね私は投資家の方と少しお話をする機会があったんですけれどもいやもうね下げてきたから買うんだというお話だったんですがいや今回はねしつこく下値を拾っていくスタンスでいた方がいいと思いますすなわちまだ下げの途中かもしれないというね疑いが必要かなと思いますね。月間木村よし子では 三月は下げる可能性が高いことをお話ししておりましたので今一度この三月をしっかりと見据えてですねそして投資作戦を実行していただきたいなと思います、えー、今回のテーマは日経平均株価の下げめどといつ何を買うでお届けしてまいりますぜひ投資の参考にしていただければ嬉しいですえさて 月間木村よし子をどこで見ればいいんですかということで、えー、もうねチャンネル登録をしていただいてる方はあ見てくださってると思うんですけども3月の1日金曜日に「月刊木村よし子」をお届けいたしましたでこれが「木村よし子のマネープラン」というね私のホームページなんですけども、えー、まだチャンネル登録してなかったとこういう方もいらっしゃると思いますのでこのですねホームページのですねここの,の QR コード木村子の QR コードを村よしまの この youtube のところですねここをクリックすると簡単に見てたことができますのでちょっとねご案内していきますねここのページのこの youtube のところをクリックしますと、えー、番組がですねつらつらつらと出てきますのでまあ、このチャンネルの中のこのね月間木村よし子をクリックしていただきますと、えー、まあ大体の相場感を述べておりますのでぜひですねこのね えー、月曜日のこの動画を見終わった後でもお時間が許せばこの3月号の今月の展望と銘柄の月間決めらしくを見ていただくと嬉しいですねさてですねまあ今月はですね外資が仕掛けてきたということで 日経平均株価ねなおも不安定な動きになるだろうと思いますね。で要点だけねお伝えいたしますとこれが私のですねこの月間木村よしこの最後のこのねスライドなんですけども三月の八日目指して日経平均株価はまあ四万一千円ところをこうね上っていくような感じかなというお話をしてえ三月の半場は一服場面があり再度上昇力は四月五月かと。 お話し,してるんですね4月5月またねぎょっとするほど上がる場面があると思いますのでね今はもうコツコツとですね前から欲しかった銘柄を仕込んでいただくという作戦がいいと思いますねで私はやっぱり配当利回りの高い銘柄なども大いに注目したいと思っておりますので是非ですね皆様ね優待が欲しいだとか配当が欲しいだとか これから先も持っていたい銘柄の安値をしっかりと買っていくという作戦で言っていただくといいいいんじゃないかなかと思いますね日経平均株価が寄りつく前にですね海外市場でですね日経平均先物などの値をチェックされてた方はですね今日相当下げるだろうということはね掴んでいらっしゃったと思いますね。で外資中心にですね先物を駆使したですねアービトラージが活発ですよね。 えー、もう少し下がるかなと思えるような動きも見受けられますしかし、ですねこの先々4月、5月は思いがけない高値もね待ち受けていると思いますので、まあ、上手に3月をね過ごしていただきたいなと思います。で ABN ・アムロッククリアリング証券株式会社などはです、ね、先物、ものすごく大きくねきないしておりますので外資の動向には注意,注意を払っておくといいと思います。 でこちらですね日経平均先物の,のチャートこれあのシカゴなんですけども3万8205円どころまでねこの売り込まれているわけですよね。もうちょっと余裕があればあの眺めてねもう少し安くなったところを拾っていくスタンスがいいなと思ってるんですけれどもまあもうはまだまだはもうでですねこのどこでね買い始めるかって難しいんですけども慌てちゃいけないし あまり待ちすぎても安いところを買えないねもどかしさはあるんですけど今のところこのカーブタンさんで見る限りですね、えー、この下ヒゲでですね、えー、若干25日移動平均線に近づいているんですよねだけど実体足でもうちょっと下げてくれるとですねよりすっきり感があるんですけどねまあもうちょっと下げてくれるとなると まあ理想的にはですねこの75日移動平均線あたりまでね下げてくれるといいんですけどねなかなかそうも言ってられないんでまあ買い始めるとしたらこの辺りですよねプラットフォームを形成している3 6250円を、まあ、一番ね仕込みやすい値として、まあ、それと25日移動平均線の だから、この間とするとそうですね3万7000円どころから3万8000円ちょっと出たところぐらいまでねね引きつけたいですよ、ね、ぜひ前から欲しかった銘柄優待でこの銘柄狙いたいという銘柄そして為替は、えー、月間でも申し上げましたように若干ね、ねもう少し円高方向にあの水準を切り上げてくると思いますので、まあ、そうした、ね、円高でも強みのある銘柄そんなところを狙っていきたいなと思いますね。 さてですね私はですねレイズネクストこちらもご案内をしている銘柄ですけども6379、ね、石油生成プラント補修首位ですね配管や補修に強みがある会社でしてなんと配当利回りがですね 5.81%PR が17倍ですからね、まあ、こういう銘柄を仕込んでいけばね まあ為替がどうなろうとです、ね、関係ないですよね、配管や補修に強みですから、こちらは事、ね、業内容が安定してますので。 まあ発展性という点ではね若干半導体などと比べるとねキラキラ度は違いますけどいいと思いますね、2236円でね今日四4円安、この高配当を発表してからガーンとですね値上がりしてなかなか下がってくれないんですけどねこういうねちょっとね日経平均株価、どこまで下がるんだろうって身がすくんでいる方が多いときにこういう高配当銘柄をね仕込んでいくっていうのはいいんじゃないですか。 どれぐらいもらえるのかということなんですけどもこちらゴールデンチャート社さんのこの冷やしをお借りしてご説明いたしますと130円くれるんでですすよねいいいじゃないですか、えー、5.81%に回るってことですからねもし新人者の口座を作ってまだ何も買ってないよという方はですねこの130円の配当をもらってですねそしてこのね、えー、やっとこの市場環境が株安になってきたんで 仕込み、えー、まあな4円安だとね、あんまりね安くなってくれてないですけど、えー、仕込んでいけばいいんじゃないかなと思いますね。いや私もこれはね、ちょっと買ってみたいなと思って見てるんですけど、なかなか前のようにはね、前の値段までは下がらないですよね。窓を埋めに来ないかなと思って見てるところなんですよ。えー、130円もらいたいと思いますけどね、皆様いかがお感じになりますか。えー、もう一社はですね、これから春闘で、 まあ、賃上げがねね本格的な数字を出してくると思うんですよ、ね、賃上げの数字ですね。そして、まあ、個人消費はね非常に厳しいんですけどもっていうのはね物価が値上がりしてるから今まで通りに消費ができないというねもう消費者の,もうこの生活状況がね手に取るように分かるような話をあちらこちらで聞くんですけどもえそんな中、ですねこの消費財となりますと安くていい製品をたくさん提供しまた円高も嬉しいね。 このパルグループホールディングスこちらの三井 DS アセットマネジメントがですね多分投資信託の重要だと思いますけども、まあ、買ったり売ったりされている銘柄ですねパルグループホールディングス、えー、今日は117円高となりました2529円ですね、まあ、この銘柄はですね何が嬉しいかと言いますとこの時々分割をしてくれてるんですよねこちらもですねこの日経関係のチャートなんですけども過去あの1対2ですね 分割が何回かありまして、まあ、あの持っているうちにあっという間に株,が株式の持っている数が増えてそして株価も上がっているというね個人投資家向けの銘柄ですよね。で、チャートを見ますとね、需、まあ、給がですね、まあ、どの程度こ,のこれから先緩むかなという、ね、あの過去の分割の売りが出てくるかなというね、そういう,う見通しも持てなくはないんですけども、何しろ利益水準が立派。 ですのでねまあこれから先もあの右肩上がり状況が続いていくのかなという期待を持っておりますで、えー、パルグループホールディングスの具体的なイメージとしますと女性だったらおなじみのあの3コインズですよね300円で何でも揃うとあそこ便利ですよねもうなんか 超してですねスマートフォンの充電器を忘れたなんていう時はですねもうその電化製品を売ってる売り場っていうのはなかなかヨドバシさんとかビッグカメラさんとかね探しに行くのもちょっと遠かったりする時に繁華街に行って3コインズを探したら扱ってくれててほっとしたりするんですよねで私もあの3コインズはよくよ利用しておりまして100均と違ってまたねバラエティに富んだ面白いものがたくさんあるね、えー、このお店を展開されていますバルグループホールディングス 2726、まあ、賃上げとともにですね、この消費財として、えー、選択肢、消費者の選択肢が向くんじゃないかなというふうに思います。円高もね、嬉しい銘柄です。それではね、13日、淀屋橋で大阪の淀屋橋の朝日ホールで講演させていただきます。まあ、こんなようなね、お話の拡大版です。ぜひ関西方面の方、いらしていただけますと嬉しいです。それでは、気をしっかりと思って、 株安を楽しみましょういい銘柄いっぱいありますよ4月5月はびっくりするほど上がる可能性も秘めていると思いますねそれでは良い一日をお過ごしください